江戸大名家小笠原長継子。長継子に関してはですね、他でも話してますけども、本来はですね、戦国時代というのは必ずしも長男が家を継ぐわけではないですけども、この方がもしかしたら小倉藩主になっていたという話は別にしてますけどもね、実はその初代藩主になった忠真公は、いとこになりますよね、兄のこの人は子供になりますから、本来は長子の長子ですから、跡継ぎになると。ところがいろいろな理由でですね、この中津の方、もっともは辰野にいたんですけど、中津の藩主ということで、八幡国の大名になったわけなんですけどね、城下町の整備とかもしてますし、この後小笠原家がですね、数代こちらの中津を治めますけども、でもやっぱ奥大理家のイメージがすごく強いんですけども、細川家の後ですね、小笠原も入ってますし、ちょっと歴代城主はたくさん入ってるんでね、もともとは黒田官兵衛が、この地もですね、18万石ぐらいですかに合わせて長政とともに2代で入って、その後すぐに細川家に変わってしまったんですけど、細川家もですね、30年ぐらい入ってたみたいですけど、だから小笠原家っていうのはちょっと少し後なんですよね。1632年から1716年で、5代だけですからちょっと短いんですけどね、その後幕末まで奥平家が10万石の、大名としてですね続くわけで、細川家の時はですね、ここが全てではないですけど、小倉と豊前ですね、一国合わせて40万石近かったわけですから、もともと主要な土地であったことには変わりはないんですが、で長継子のちょっと話なんですけど、その父のですね、忠信子が戦死してしまうんですよ。忠信子ってのは小笠原秀政の子供で、お母さんがね、徳姫っていう家康の子供であった岡崎信康の長女ですよね。だからもともと徳川家ともですね、そういう意味ではゆかりがあったということなんですけども、徳川の二代というよりも、もう縁戚、親戚関係の審判に近いような大名ですから、ここ、中津もそうですけども、八幡国ほかに小笠原家15万石とかね、そういう、譜代大名で普通はちょっとありえない領地のもらってるということになりますよね。だから忠真公が小倉の藩主になったというのは、いろいろな経緯があるんですけど、忠真公の兄の子供が、長津の子ですから。本来はね、松野子が小倉入ったのが良かったんでしょうけど、ちょっとその辺の一つはですね、また時間機会にしたいと思いますけども、いずれにしても結構名君だったらしくてですね、ちょっと詳しい方にちょっとお話聞いたことありますけども、それと松野子の像もですね、ちょっと一般には公開されてないんですけど、以前許可を取って撮影をさせていただいたことありますけども、非常にこの時代なんでね、武将というよりも、大名なんで、名君と言われているような人になりますよね。実際他はこちらじゃないんですけども、県内にありますが、非常に城郭の整備とかですね、この中津の基礎を築いた方だということで、偉人献金で紹介されていましたね。それは当たり前ですけど、父と兄ですよね、一気に。した忠真公にしてもですね、小笠原氏本家っていうのは本来はちょっと危なかったんですよ。で、要するに本来その元々小笠原の宗家の血筋の方ですからね、家督を継ぐはずだったんですけども、要するに上の方が亡くなった父とかが亡くなった時にですね、長津が運が悪いってことはないですけど、1615年と5月25日ってちょうど終わった夏の陣の終わった戦死した後ですねに生まれたんですよ。だから父の顔知らないんですよね。で、父の顔知らないんですけど、その時に、そのたった数日間のことでですね、それに家督をどうするかって話になった時に、この方のおじさんですよ、お父さんの弟ですけど、
忠実が継ぐと決まってしまったので、ちょうどもうちょっと早く生まれてれば当然実子ですから、秀政公家さん孫になりますからね、この方も宗家を継いで、まあ、あの小倉藩、まあ、その前は明石、もっと前は松本ですけど、そういうところでもしかしたら宗家の当主になったんではないかと、ちょっと不運って言えば不運ですけどもね、せっかくのこう大名名君なんでちょっともったいない気がしますけど、まあ、またあの別のところでもちょっと話をしたいなと思いますね。はい。